よお前ら、俺様だ。今回もね、ずっとやってる、昔のテストの答案用紙の紹介ですね。はい、これね、1枚につき1つの動画にしてるんでね、動画本数が相当稼げますね。これとね、まあ今並行している電車自撮り動画スマートっていうね、前にね、その電車自撮り動画っていうのを、まあ今も続けてるんですけど、ね、一路線、一本の動画で出してたのを、それをその、一駅ごとにね、分割して、出してる動画。まあ、見てる人は見てると思うんですけど、はい。まあ、それと合わせてね、いっぱい動画本数を増やせてね、くるみんアロマさんのね、動画本数をね、早く抜こうと思ってます。で、まあ、余談はさておき、今回は、中3の頃の、理科のテストですね。最後のテストですね。最後っていうか、あれだね、この、校内テストは、一番最後で、第4回定期テスト。まあ、いわゆる学年末テストですね。まあ、4っていうのはね、いつも言ってますけど、ペとも言い換えられるんでね。なぜなら、ヨン様はペ様とも言い換えられるでしょ。だから、第4回は、第ペ回と言ってもいいですね。はい。これ、理科ですね。東、F、アじゃなくて、ウ。火星は、地球から見て太陽とは反対方向にあるが、金星は地球から見て太陽の方向にあるから、これ、丸。66.6 度じゃなくて、23.4 度。行動、東、緯度、射手座じゃなくて双子座。ちなみに俺様は水亀座です。あ、え、食物連鎖、1.1g、還元。なんか黒い丸が2つ。2CUO プラス C、矢印、2CU プラス CO2、CUOC。で、これは何だろうね。花粉間の続きを書くこと。あ、なんか、あれかな。受精するとき、どういう風に受精するかっていうのを図示しろっていう問題だと思います。はい。で、こっちもなんか、変な問題で、あの細胞の様子をここに書く。これか。これなんか、あれかな、細胞分裂の様子を表してる絵で。で、これが、あ、多分こう細胞がこう分裂して完全に二つになりますよってところを書きなさいってことなんでしょう。はい。等速直線運動。70cm 毎秒。くじゃなくて、おになってるけど丸になってますね。おでも、くでもよかったってことね、多分ね。多分ね、模範解答はおとかだけど、くでもありなんじゃないですかね。だから、丸に直ってますね。はい、で、か。で、多分ここを直したから84点から88点。ベリーグッドだそうです。はい。ということでね、今回は中学3年の頃の第ペカイ定期テストの理科でした。はい、それではさよなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー、ボー。ぼぼ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 ぼ